本全盛大三つの図、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟を決めた人は概要欄、門前整体楽しんで。では今から、ね、お尻触っていきますって。頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうことって多いんですね。なのでね、しっかり緩めていきます。で、私がわざわざ説明したってことは痛いんです、はい。もうこれからね、門前整体の動画のね、解説作業をしていこうと思ってます。この方ね、かなりね、やっぱりね、強いんですよね、痛みに。で、この方々のね、女性の人たちで叫ばない人たちっていうのもある一定数おられまして、で、これをね、本当痛ま、あんまり痛、言わない人たちなんですね。ですからね、これってね、かなりね、見て受けてる人っていうのは、門前整体を受けたことがある人っていうのは、なんでこんなに黙ってられんのか分かんないっていうぐらい、すごいね、びっくりするぐらいの動画になります。分かるでしょ、受けたそこのあなた。そうそう、あなたですよ、あなたね。だからね、今回からこんな、だからね、ちょっとしかお伝えてないでしょ。痛がらないからね、面白くないからね、門前整体痛がらない人たちって全然痛みつけても楽しくないんだもん。だからね、こういうことをやってます。で、こういうふうにね、こう抑えていくことによって、梨状筋であったりとか、大臀筋、中臀筋、小臀筋という筋肉とかがすごくね、かなり癒されてね、腰痛がしんどい方はこの際どい部分、大天使にくっついたところ、骨盤のところ、今さ育てるところ、ここね、そこをね、しっかり押さえてあげるとね、かなり効果的です。で、反対側行くのですけれども、反対側もってきましたけれども、この反対側ってね、やっぱりね、反対側もね、人によってやっぱり右足が硬くなる人とかもおられますから、ここでね、違いを感じられるっていうような話をされてるんですけれども、まあまあ、それ聞かなくても私の声聞いておいてください。で、ここのお尻の部分っていうのは、どういうふうに自分でケアしてあげればいいかって言いますと、今から冬場になるときは、座布団側の電気カーペットをお尻に引いて座って作業をするようにしてください。私はそれをしてます。で、お尻を温めてあげることが腰痛にもつながるし、体調の悪化であったりとか、そういったことになります。だから、お尻を温めながら、膝の上に、カーペットじゃない、ね、膝掛けをしてあげる。そうすることでね、今の押さえている部分が、温めることだけでもかなりマシになります。では私、立ち仕事なんですけれどもっていう方、そこのあなたですよ。立ち仕事の場合は、今押さえているところ、もしくはポケットのところに、貼るタイプの貼る回路を、2枚貼り、お尻にしてあげるようにしてみてください。先生、私かぶれます。そう、そこのあなた、かぶれるあなたは毛糸のパンツを履いてください。そう、私毛糸のパンツ履けません。毛糸のパンツ履けない場合はガードル、あなたの肌に合うタイプのガードル、それもダメだった場合は、なんだろうな、ちょっと今思いつきません。腹巻きをしてもらうとだいぶ良かったりもします。筋肉というのはここからここまでくっついてます。で、ここをね、しっかり刺激してあげるとね、腰痛にね、効果的に効いてくれます。で、私がわざわざ説明したってことは。いや、もうすでに。ここ。痛いです。知ってます。痛いです。本当にこうやってね、痛がらないんですよ。だからね、こういう風に音声で喋ってても全然わかるでしょ。本当にね、痛くない人たちは、先生もっとそこを5ミリ、あと一度角度をとか言ってね、言ってくるね、マニアックな人たちがたくさんいるんですよ。門前整体にご来店される人は、どこの誰とか言いませんけれども、今これが門前整体マックスになると、マックスカルタペットみたいな、本当にね、マックス痛くなっちゃいますからね、やばいんですよ。これ普通にね、ギャーギャー言ってますけど、もっとギャーギャー言うようになっちゃいますから、本当にね、やばい感じ。いい、これがね、門前整体のね、いいところなんですよ。この人本当にね、我慢強い方なんですよ。だからね、見ててね、あんまり面白いって言うよりかはすごいなって、逆に僕はびっくりしたりします。反対ちょっと息するのを忘れるぐらい痛いですね、はい。されたことないとこですね。あ、されたことないですか。でもここがね、重要なんですよ。こんな感じで、ね、痛いんですけれどもね、まあ、とにかくね、ここのね、骨盤の横の部分っていうのはね、痛すぎるんですよ。痛すぎるというかね、人間の体の構造学的にも仕方がないところで、足元を支えて大腿骨っていうのがあって、大天間、大腿骨の骨頭のところ、まあ今押さえてるところですね。そこがね、つながってこう
大臀筋が今あの筋肉がくっつく部分なんですけれども、その骨盤の筋肉がくっつく場所っていうのをしっかりと、抑え込んであげると筋肉っていうのが一番緩んでくれるんですね。なのでそこをねしっかりやってるんですよ。でそこを押さえた今みたいにね、指で説明したようにここからここまでつながってるんですよっていう話をしてあげると より痛くなっちゃいます。で向こう今はねこの方向なんですけど、またね悶絶整体マックスになるとまたパクられちゃいますけど、なんとか骨盤先生にね、まあいいんだけれども、あのもうちょっとねやっていこうかなと思ったりねしますね。顔を映ってたらとんでもない顔になってます。残念。で背中触らさせてもらうとほらめっちゃ柔らかくなってるの分かります、うん、ということは足の疲れとかが、まあ、背中に上がってきてたよってことなんですね、でまだ時間ありますか今から。